はい、というわけで狭山スポーツセンターに来ました。はい、今回はこちらをね、冒頭で出したんですけど、こちらの守備手をやってもらいたいんですけど、良平さんに。はい、まずこれですね。はい、こうどうぞ。はい、いや僕普段守備手全く使わないんですよ。ローリングソンセブンアメージンググローブっていうやつ でセブンっていうのは7つ特徴があるっていうのが裏に書いてあります。はい、はい、はい、書いてあります。はい、1つ目が人差し指の先をカットすることで、指先の長さによる違和感を解消する、はい、指のストレスを軽減するというのが人差し指。はい、2番目、小指部分をカットすることでグローブ内のフィット感を高める。ここですね。ここですね。そう。で3つ目、指の背面部分にグリップ力の高い素材を使用しています。素材違くね。そうそう、これはい、ここ、本当だ、こことここ中指と薬指、中指と薬指にグリップ力の高い素材を使ってますと。4つ目が手袋の内側の指先にグリップ力の高い素材を使用してます。ここか、これね、ここら辺ね。はい、そう。で、ヘリ革との接触による補給時の痛さを軽減するため、人差し指の動きを妨げないよう衝撃吸収剤を装着。はい、これですね。それで6個目、手首部分をしっかりホールドし手首のサポートと保護、うん、こう動きやすい、素材が違うから。で手のひら部分ね、2箇所の2種類の素材を使用して、うん、パフォーマンスの高い手の動きを実現。ここが違うかなっていう、ここ、これこれこれね、はい、これここです、ここです、ここで、これっていう7種類の特徴がある。それでセブンアメージンググローブ、はい、名前になってます。でこれをちょっと今つけてもらって、まあ、キャッチングの方してほしいんですけど、 GS グローブをちょっとはめとってほしいんですよね。はいはいはい。でこれで上側さ、上側も滑り止めあるってたじゃないですか。はい、中指薬指、そこが上こう中のこと、うん、くっついてフィットします、ブレがないよっていう。で小指の部分が空いてるじゃないですか。はい、なんでこう肌で感じるみたいな。で人差し指の部分はこの腹の部分がヘリカーに当たって痛くならないようにっていう、そうですね、と衝撃分、はい、のがあります。うんうん、はい、で全体的に、まあ、フィット感いいですよ、うん、で動きやすいですよみたいなのがあります。はい、でこれでキャッチングの方、はい、やってもらいたいと思います。それでは行きましょう。ゴー。はい、それではやっていきます。はい、初っ端ミスった。やべ、まだ硬えな。は取れるんですけど、まだ硬いです。動く。結構ずっしりきますね。いいのかな。いいよ、ずっしり。やべ。へぇー。はまんと、やっぱめちゃくちゃいい音です。動くんで、どんどん取っていかないとかなって、もう今みたいになっちゃうんで、つかめることはつかめます。もう浅いんで、どうしても片付け自体が。鳴らして動く、めっちゃ。髪を赤じます。でも僕が使ってるカムよりかは浅いかなっていう。でサンプルで小栗さんに紹介し、あの紹介したキャメルのミットよりかも片付け自体は結構浅く作ってる感じです。いや、絶対に160だけになります。こうしよう。いやでもハマるとやっぱ気持ちいいですよ。気持ちいいっす。あ、やべ、おじさん撮ってみます。あ、後でやってみます。お願いします。
サイズ。いいっすね。横系ですね。これがめちゃくちゃ。いい。やっぱりなんかすごいです。出ないの。もうちょいじゃないですか。でももうちょっと、まあちょっと使い始めの感じがすごいあります。けど形はめちゃくちゃこう横に使えて、原型はめちゃくちゃいいと思います。もうあとちょっとしたら、ちょっとまだ遊ぶんで、もうちょっと使ってったらしっかり軟式でも止まるかなって感じ。はい、で今やってきましたが、さっきも言った通り、まず僕が一番良かったなって感じるのは小指ないところかな。一番いいのはやっぱ小指、あんまり守備手の部分でもかぶせる必要がないので、夏は少しでも涼しくできるしっていうのはあるので結構いいなと感じました。で、あとこれ GS ミット公式なんで、まあ、片付けしてあるとはいえ襟側結構硬いですし、その指カバーもしての上にやってるので違和感普通にしてたら感じるんですけれども、まあ、それは、まあ、守備手のパワーここがあるので全く感じないなっていうのは思いましたね。であとは本当に滑らない、本当に滑らないです。なんで小指ないから夏に結構いいのかなと思ったんですけれども、まあここちゃんとパッドも入ってるので冬だけもしこっちで取っても痛くもないっていうのもありますし、夏でも、まあ、小指がないので全然使いやすい。で汗でかいてグローブが滑ることもないなっていうのは感じましたね。かなりおすすめです。本当にさっきも言いましたけども、で選手も気になって指当てを伸ばしたりっていうことをしているので、それがこの守備手でグローブ滑らなくもなるしできるっていうのはすごいいいなと思いました。はい、ということで本日はセブンアメイジンググローブローリングスの新しい守備手袋のご紹介をさせていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントのナイア公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。